さん、こんにちは。アップルサイダー52こと、近頃では三浦十右衛門がシリーズ配信しております。今日は第11回、セクハラパワハラでやめるな。例によって、法人代表の今野春樹さん、やばい会社の餌食にならないための労働法、この小冊子を中心にですね、コメントをまとめております。今日はセクハラパワハラでやめるな。この当事者にとってはですね、戦利の隔たりのある感覚だとは思うんですけど、セクハラを受けた、パワハラを受けたらね、なんかラッキー、宝くじに当たったぐらいの感覚でいいんじゃないでしょうかね。私なんかパワハラのたんびになんか臨時のボーナスもらったようなそういう過去体験で戦い続けてきました。本文また読ませてもらいますね。最近はパワハラで会社を辞めさせるケースがすごく多い。それも辞めろと言わずに無言の無形の圧力で辞めさせようとしてくるのだ。お前自分で何ができるか考えろ。お前この仕事に向いてないんじゃないの？などと本人に考えさせて思い詰めさせていくような汚いやり方もある。社員が自分からこの仕事に向いていないので会社も辞めますというのを待つというとんでもない罠を仕掛けてくる。そういう会社も少なくないのだ。また仕事を与えない、無理やり便所掃除をさせるなどというやり方で社員が辞めますというのを待つケースもよくある。ここで何としても言っておきたいのが、セクハラやパワハラで会社を辞めるなということだ。いじめて辞めさせる会社が多いのには本当に腹が立つ。セクハラやパワハラは人権侵害。それでもって退職に追い込もうとするのだから、なんともずるいやり方だ。セクハラやパワハラなどをされたら、こんな会社にいたくないと思うもの。しかし、辛いかもしれないが、セクハラやパワハラにあったとしても、すぐに諦めずに、なるべく冷静に考えてみよう。そして、メモをつけておいて、いざという時のために証拠に取っておくのだ。病気だから、ということで、休職届を出すのもいい。その間に、弁護士を探したり、コミュニティユニオンに相談したりするのも一つの手だ。会社に行きたくないような状況を会社側が作ってきたのだから、休職するのは、権利だと思っていい。会社に行かず、無駄なストレスを感じず、会社と裁判で争うことができるのだ。メモをつけておけば、裁判になったとき、相手がどうしようもないクズ会社だということが世間にも明らかになる。セクハラやパワハラをやった上で、クビにさせたとしたら、賠償金も跳ね上がるのだ。今日もなかなか興味津々で悩ましい要素を含みながらも、リスナーの方にはなかなか面白い配信になるんではないかなと思っています。実は私の、まあ、娘年代の30代のですね、まあ、遊び仲間がいまして、私70なんですけどね、まあ息子や孫世代の方とも結構お付き合いができるようなチャンネルを持っておりましてね。また学習塾講師そろそろ10年以上になりますから、最初に教えていた小学生は今やもう大学生か卒業してね、新入社員になる年代なんですよね。ですから、結構ね、次世代との接触は求めても来ましたが、実際に多いんですよ。
もう次世代の次の次世代、孫世代の、ね、まあ、小学生たちと、日々意見交換ができるという特殊な職業でございますのでね。なかなか楽しい日常なんですけど、まあそこで労働組合法とかの解説を紐解いたりすることもあります。社会の時間に、まあ公民とかいうね、科目もありますのでね。結構労働法や労働組合法の説明するチャンスがありまして、まあ他の塾講師がなさらないので、ほとんど私が独壇場ですね、こういう時にはこうできるよ、ああいう時にはああできるよっていうことを小学生にも結構、伝えたりしておりますね。それと今日はですね、リスナーの方の中でですね、まあおそらく聞いておられるかおられないか微妙ですけれど、私と意見交換をしていただけるような女性がおりまして、まあ13年ほど前にね、東北で津波と原発災害がありましたよね。あの頃私は滋賀県でね、結構放射能測定とかで活動をしてまして、まあその時も熱心にいろんな意見を流していただいたりしたんですけど、まあネット上では一面識もなくても私と実行にいろいろと意見交換をしてくださる方は各方面におられます。今日はその女性からいただいたメール、DM ですね。ちょっと読み上げてみましょうかね。彼女も労働組合経験は割合と豊富なんですよ。労組は、形骸化してしまって、今やイベント、春闘とか、のみになっているのが現状ですね。ユニオンも数だけはあるけど、定年退職者のサロンにしかなっていませんよ。それに今の若者には共通目標がありませんしね。おのおのが生活するのに必死、みんなで共通の回答に向かっていくという考えはないです。ユニオンも同じなのでは。他の団体をライバル視するだけ、上から降りてきたイベントノルマをやっつけるだけ、あと、たまに来る相談にも役所の生活援助などなんかをあてがうだけ。ほとんど外国人労働者の案件しか扱ってませんよ。日本人の働く場所が外国人に奪われるのを手伝っているとしか思えません。まあ、かなりの嘆き節なんですけどね。この嘆き節の相当部分は私と全く寸分たがらないという感覚なんですよね。まあ、前世紀のね、ユニオンと違ってですね、個別、まあ、個人、加盟型のコミュニティユニオンというのもね、ここで、まあ、今野春樹さんがね、おっしゃるほど、当てにならないんですよ。ね。コミュニティユニオンに相談したりするのも一つの手だなんておっしゃいますけどね。そもそも相談できるようなコミュニティユニオンをね、割り出すことが大事業ですよ、本当に。ね。まあ、一番近いアクセスしやすいユニオンがいいということもあると思うんですけどね。まあ、今読み上げた投稿の女性なんかもね、なかなかご苦労されててね、非常に波長のあったユニオンから、紹介もらって、一番近いアクセスしやすいユニオンに変わった途端に、ユニオンのクオリティがドカーン下がったとかね、いうようなご経験もされてるというふうに聞いています。やっぱりアクセスのしやすいところっていうのはね、交通費の問題もありますけど、大事なんですよ。私が滋賀で動いてた頃は、京都のユニオンとアクセスしてたんですけど、結構距離はありましたが、私が滋賀県人ではないですから、親は滋賀県人だったんですけどね。大阪生まれの大阪育ちでしょ。感覚がまあシティボーイとまではいかないんだけど、やっぱり町感覚の人間なので、でまあ地元滋賀県の中にまともなユニオンがないということはもう割り出しておりましてね。で、京都ユニオンにご支援いただいて、ものすごく波長が、合いまして、おかげさまで国内最大規模のね、大手、鉄鋼グループの子会社と互角に渡り合いましたね。相当高額の解決金を獲得しました。
生理解雇で戦った人間の中で、私一人でしょ。私一人が高額の解決金で、最終的には、まあ、和解ということなんでしょうから、退職を強いられましたが、次の、やっぱり、こう、進み出しのためのね、まあ、準備、場代、ね、要するに、次の活動の、資金的な背景というか、手当ができたので、それはありがたかったんですよね。私、そのまま全額を、滋賀県で、片井紀子県知事の、まあ、非常に不公正と思われる、県下の、まあ、施策についての抗議行動をやるためにほとんど使いましたけどね。それはそれ、私の自由じゃないですか。私のキャリアの一つだと思ってるんですよ。まあ、あの時はね、3月11日近いからお話しするんですけれど、4億円ぐらいかかった、高感度のですね、まあ、放射能のモニタリングポストを秘密に止めてるんですよ。で、福島からね、もう本当にホットスポットに放射能がドカドカ落ちててね、一番大事な瞬間に、一番高性能で光学の張り込んだモニタリングポストを止めてたんですよ。なんでそんなバカなことをするんだったったら、まあ、県知事の、まあね、選挙活動に相当お金が必要だった時期だったらしくてね、怪しげなお金を引き込んだんじゃないかなという噂しっきりの頃でした。で、私ね、そのことをつくとね、まあなんか与党だ野党だとかいう話にすごいこの、もつれ込むので嫌だったんですけど、そもそも父親と母親の生まれた滋賀県にね、どこにその福島からの放射能が、どかどか落ちてて、ホットスポットがあるのかっていうのを純粋に知りたかったんですよ。で、相当まあ、高額だったけど、高感度のね、放射能測定器を買って、滋賀県全県を測定に回りました。結果は非常に予想外の、まあ、濃度の濃いエリアが、透けてきたんですけどね。そういうことに、実は解決金使っちゃったんですよ。でもそういう活動に使えるぐらいの解決金を、葬儀の結果もらえたんですね。これパワハラがきっかけなんですよ。風が吹けば桶屋がどうのと言いますけど、まあ校内作業の中にパワハラ体質の方がおられて、ね、前にもお話しましたが、鉄の靴で蹴飛ばされたんですよ。で、鉄の靴で蹴飛ばされたことがきっかけとなりまして、滋賀県知事、前の県知事ですけどね、片井紀子さんが県知事の時に、片井紀子さんの怪しげな振る舞いに対して意見を述べるという、そういうチャンスと、その活動のための予算に使わせてもらいました。そういうことでね、労働組合の選び方もさることながら、ここの余裕でですね、次のステップアップするための、まあ、基礎となるようなね、基金となるようなものも獲得できるというのが、まさしくこの、今野さんがおっしゃってる、セクハラやパワハラをやった上に、クビにされたとしたら、賠償金も跳ね上がるのです。ね、賠償金もらったって、ね、競輪競馬で使っちゃったらおしまいですけどね、私のような使い方もあったんだということは、ね、一つ確認しておきたいと思います。ですから、労働組合法の、傘の下で戦うということは、ものすごく大きい問題でございますのでね、これは一つポイントとして押さえた方がいいと思うんですよ。ただ、戦い方はもう本当にフリーハンドでいいんじゃないでしょうか。私は実際にこの、今野さんが言うところのですね、裁判になったとき、相手がどうしようもないクズ会社だということが世間にも明らかになる。この世間に明らかにするということは、一昔前だったらね、新聞社やテレビ会社、ね、テレビ放送局、そういうふうな雑誌、出版社、泣きつく以外なかったじゃないですか。今違うんですよ。今はツイキャストもあれば、ね、ツイッター、X もあるし、ブログもあるし、ノートもあるんですよ。
インスタグラムだって強い力を持ってるし、フェイスブックはより一層強い力があると私は思ってます。若い人はフェイスブック嫌ってますけど、僕フェイスブックは、相当実根な、友人知人を固めていくという手法として、フェイスブックはなかなか、有効なものだなと今、日々思ってるんですよ。こういう SNS の発信力は労働組合以上のパワーがあります。これはもう現実に私自身が、ここ足掛け3年の葬儀の中でも確認をしております。ましてこのツイキャストから YouTube にコンテンツをそのまま投稿して、そのままブログに貼り付け、ノートに貼り付け、TwitterX で紹介をし、Facebook 仲間に状況説明をするというふうな形の、私のスタイルは、著しく有効ではないかなと、思っているところなんですね。そういうようなことで、この手法そのものをね、なるべくならば、手法としての公開性、透明性を皆さんに、シェアしていきたいというのが、このシリーズ配信の、スタートの理由だったわけでございます。そのようで、この河野さんのこのセンテンスね、なかなか含みが多いんじゃないかなと、思っています。そういうことで引き続きこのシリーズ配信へのご注視、ご興味のある方、引き続き次回の配信をお待ちいただきますようによろしくお願いいたします。今日は以上にします。またの、ご視聴お待ちしております。